ます。おはようございます。おはようございます。じゅんです。ゆっこです。はい、今回は JGM 八里石岡ゴルフクラブに来ています。はい。そしてですね、はい、じゃん。じゃん。いつもですね、リンゴルフの撮影協力とかしていただいているケイズ亀戸店の、小坂さんに来ていただいてます。はい、またその会員さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。インドアゴルフレンジケーズ亀戸店の支配人の小坂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケーズゴルフクラブ会員の岡田です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小坂さんは、はい、こちらの JGM 八里石岡ゴルフクラブのクラブチャンピオンを2連覇すごいされているそうです。すごいですね。もうこうスタートからもう引っ掛けたら終わっちゃいそうなんですけどね。はい、ね、はい、難しそうな、難しそうよ、はい、本当にそう難しそうに見えるんですけど、はい、今日はここの、うん、とゴルフ場 の、 その攻め方だったりとか、うん、と面白いところとか、うん、そういうのを聞いたりとか、そうですね、あとはケーズ亀戸店についていろいろちょっと話を聞きながらラウンドできたらいいなと思っています。はい、よろしくお願いします。あとですね、あのケーズ亀戸店さんから、はい、ちょっと今日は視聴者の方にプレゼントがあるっていう風に聞いてるんですけど、はい、うん、もう視聴者の方にプレゼントを用意してますので、はい、ありがとうございます。ちょっと今ここではね発表しないで、はい、チャンネルの最後に発表したいと思いますので、はい、最後まで見てってください。よろしくお願いします。10番ホール338ヤードパー4です。ここはもう右に置いといてください。右が絶対安牌なので、はい、あのもうカート道狙いで全然 OK なので、カート道、はい、もう右目に打ってってください。はい、はい、行きました。はい、お願いします。はい、行きましょう。じゃあお願いします。はい、お願いします。おー、これは、おー、これは、でも大丈夫、反して左、大丈夫です。バンカー右、お、いいキック、ナイスショー。足が震えとったぞ。じゃあお願いします。お願いします。おお、ナイスです。これも反して左、右目に打ってってくださいって言ったのに左目に打つっていうね。反して左、ね、反省反省、ナイスです。最初はグーじゃんけんぽい。私今あのちょっと今ストレッチやってて、最近やっと体が柔らかくなってきたんで、今の課題はちゃんと捻転をつけることなんですよ。なんででもちょっとその分ボールが暴れん坊なんで、めっちゃ不安ですこれ。左ったらもう終わる。確かに捻転で左行く可能性。そうなの、練習場で打つ限り結構左に行っちゃうん で、 でまずは、まずは課題は、はい、ビビらずちゃんと体を回すを意識して今日は
やります、はい、今日はよく喋ります、はい、ビビったらね、ダメなんですよ。まだ喋るじゃん不安なのね。そう、不安なの、自分に言い聞かせてんの。お願いします。はい、右目。待って。落ちませんでした。ワンペナ。あ、やったね。よかったー。でもしょうがない。しょうがない。よし。私は最近くるっと回るようにしてます。よろしくお願いします。うん、ないしょ。あ、めっちゃベスポジ。オッケー。ベスポジ、ベスポジ。何しょ。オッケー。あ、結果めっちゃいいとこ。めっちゃいいとこですよ。帽子にワッペンついてんじゃないですか。はい。本当だ。つけてきたね。ケーズワッペン。すごい。リンゴルのさ、帽子に。ケーズワッペン。リンゴルの帽子にケーズワッペン。これなんですか。あれでつくんですか。アイロンです。アイロンで。はい。ちょっと大きいですね。いや、主張が激しい。主張が激しいでしょ。そうそうそう、これもちょっと分かる。いやー、怖いなー。でもね、ビビったらダメなんですよ、寝具改造中は。そう、信念に基づいて。うん。ワンペアでちょっと微妙なラインに置くという。いいんです。いいですよ。さっきは起き上がったね。うん。オッケー。まあまあまあ。まあまあまあ。オッケーオッケー。ナイスいいです。危ない危ない。よしよしよし。155の上げです。よし、行きまーす。手前は何もない。でかいかな。ナイスオン。止まった ？OK、レッツ行きまーす。行っちゃいまーす。今これ9番やね、はい、残りが105ぐらい、はい、アイアンですが不安定に。でもしょうがないの、直してるからね。そういいよちょっとちょっと当たりすぎけど、あ、でもちょうどいいんじゃない。おー、よかったー、セーフセーフ。ナイス。近いよ、いいな。なんか平らでいいね。確かに打ちやすいよね、うん、混ざる混ざって。あのね、一言、あの、私の好きな名言言っていいですか。何？何も捨てることができない人は何も変えることができないんですよ。はい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 、わかるわかるわかる。新しいことするときは ね、 そうそうね、捨てなさいと。何かを犠牲にしないといけない。はい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 。ゴルフで言うとね、うん、スコアを捨てないと、ね、スイングは改造できないんですよ。なるほどその心理に基づいて頑張る。そうだね。あ、ジュン、バーディーチャンスよ、なんだろう。そうです、ピン奥。はい、うん、80ヤード。番手はですね、これ52でいきます。はい、52。下が悪いので。芝目があるそうです。あそこに矢印が。なんでこっちからは逆目の上りです。しかも今日の9フィートぐらいらしいんで結構重そうですよね。このぐらいつまんで。おお。トップ？ちょっと打ちすぎたね。うん。しかもフックしなかった。こっちが。あの矢印からこうみたいなのでフックだけど、もうちょっと多分気持ち曲がるっぽい。おー、ナイスです。ナイスです。よいしょ、はい、オッケー、うん、オッケーですか。はい、ありがとうございます。ナイスバーです。おー、うまい。来た。おい、ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス、ナイスパーです。ナイスパー。じんちゃん、バーディーパットですね。ちょっと上からかなりグイッと来ちゃうのかな、らしいので
じゃあこんぐらい9フィート、うん、曲がれ曲がれ、あーでも思ったより曲がったんだよね。曲がれ曲がれ、あーでも思ったより曲がったんだよね。惜しい、早い。え、めっちゃなんかさ、めっちゃ早かったね。めっちゃ早かった、はい、え、チョン？これです。チョンチョンだね。右カップ、ボールちょっと半分外し、半分外しね。優しくね、うん、優しくね、あー、オッケーですね、オッケー、はい、イエーイ、ありがとうございます。ナイス、パーです。パー、私はトリです。トリ、はい、スリーパーティーだったんで、オッケー、息ができてません。3分ぐらい無呼吸ですよ。そう、今日パーで終わったね。まあ、よく言えましたね。一緒ですよ、一緒、はいはい、イーブンです。最後良ければいいんですよ。これで落ち着きましたね、ちょっと、ね、そうです、はい、それならいいんですけど、パー5なんですけど2個でほぼ乗らないと思うので、まあ、左バンカー狙いです。で、左はある程度落ちてくるんですけど、右はやっぱりちょっと曲がっちゃうと危ないので、できればあのバンカー方向に打っていきたいホールです。右は何ヤードでガーンっていっちゃう感じですか？もう真ん中からスライスが入るとちょっと危ないです。あ、はい、バンカーからスライスぐらいだったら全然大丈夫だ。セクシーフェードで、あ、セクシーフェードで出た。ここはバンカーからセクシーフェードですね、はい、やりました。おお、バンカーからセクシーフェード、セクシーフェードや。あれはイケメンフェードじゃない？オッケーで、これイケメンフェードです。この方が一番いいかもしれない。あそこに飛ばすと、はい、残り100ヤードぐらいまで行くんですよ。あの段をバーン下ってって、ギリギリを攻めた。ただ普通狙わないです。アホアホだと思います。ラちゃんは違いますね。バンカーまで何ヤードですか？220あります。あ、じゃあ届かないですね。なのでバンカーからセクシーフェード行きます。ストレートでした。うん、ど真っ直ぐ。ラフだ。入ってないよね。うん、よいしょ、完璧です。ストレートでした。曲がらなかったですね。完璧です。今のは無邪気なストレートだったね。無邪気な？うん、無邪気だった。純粋な。無邪気。頑張る。頑張って。うん、おー、ナイスショー。これは一番の、あの普通は狙わないところです。あー、怖かった。おー、ナイスショー。ショートカットです、ショートカット。怖え。クラちゃんルートっすよ、クラちゃんルート。石井クラちゃんゆきこです。やっぱね、普段と違う動きするってやっぱ怖いわ。どこが違うの、いつもと。右お尻めっちゃ引いてる。右腰を、お尻、あ、お尻を引いてんの。めっちゃお尻引いてる、うん、あ、そうなんだ。そうしないとなんか回んないんだ。あ、そうね、こないだね、浅かったもんね。そう、じゃあそれで今頑張ってるんですけど。へー、いやー、怖いわ、怖いわ。ナイスショットでしたよ。いやいや、クラちゃんルートって言ったからね。よし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 、順調順調。一軒まで190ヤードぐらいあるから5番ウッドで打ちます。全然飛ばなかった。難しかったな。あれ、今日はカメラマンは無口ですか？うんうん。叩かれ。いや、私も言うって最近なんか気だるそうだとか言って言われちゃったから真面目にやっております。はい。
今日のコーディネートのポイントは？コーディネート。もうカメラマンがさ、カメラマンがさ、喋らないように必死に指示をしてくれて、自重権だけど。今日はこれはだってゆっこが。そう。作ったアルチビオコラボのね、可愛い襟の。なんかね、本当このね赤いスカート今日履きたいと思って、うん、合わせてきたんだよね。これめっちゃうーと思って。こうポンポンって2つ下がるんで、そうですね、下がった下まで行っちゃえば。下まで行っちゃえばいい。はい。うわーうまい。トップでダウンして。え？はい。大丈夫なんですか？あ、大丈夫だ。大丈夫。はい。よかった。あー逃げすぎた。でもいやいや問題なーし。おー、ありがとうございます。ナイスです。ナイスです。やっぱ違いますね、クラちゃんはね、うん、狙ってくるところがまずそもそも。このライン嫌でしょ普通に。このライでまあまああるでしょ。150だって。そうでしょ、このライで。分かります。狙わない方がいいかな、悩む。いやでも行きましょう。お、うん、最近のリンゴルはみんな池に突っ込む癖がある。行け。よし。まあ入ったら入ったで。うまい。待ってー。超えろ。超えろ。おお。待って、でも結局ワンペじゃない？左の。あの黄色はダメ？ワンペ。うん。池は越えたけどワンペなんで。3段目です。上げてるので、はちょっと微妙なディポット風。ディポット風。よし、行きます。あはは。あはは。あ、痛い。くそ。あのやっぱ6インチリプレイス。やっぱりちょっと右足に置いて直接もう打つとこう。直接打てなかった。うん。橋を越えた左側に。橋を越えた左側に直接で。ありがとうございます。直接。あ、池のさ手前とか結構ぐちゃぐちゃしてたりするからね。ダフりやすいのよね。あ、確かに。ね。ちょっと緩いもん。緩い。まあ、見た目パッと見近く見えますけど、ちゃんと表示通り距離あるんで、はい、感じ出すともう全然届かないんで。大丈夫です。はい、感じ出ないです。おー、柔らかい。逃げた。逃げた。まあまあまあ。ナイスオン。ナイスオン。ナイスオンで。え、30ヤードってか38ヤード。オッケー。アプローチウェッジです。うまい。あ、いや、うまい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 。あ、これ。ナイスタッチ。もっといけ。ちょっと左に跳ねましたね。これを入れてこそ。入れてこそ。バーディー。イエス。もっと来い。あー、弱い。オッケー、ナイスバーディー。あ、やば、え、めっちゃ行くやん。めっちゃ行くやん。そんなに曲がらない系なのかな、じゃあこっちからは。ちょっと重たそう。うん、ボール1個。ボール1個。ちょいフック。ちょいフックですね。強めの弱め。強めの弱め。来た来た来た。来た、うまい。ナイスパット。ボギー。ナイス。6。イケポチャ6です。ナイス。はい。何？ダボ。ダボ。うん。いや。なあ。なあ。今引っ掛けた。